イケメン撮りまーす。さあ、こんにちは、田村です。今日は何をやるかと、今日は何をやるかと言いますと、田村直哉の毎日メイク最新バージョン。まあ皆さんもね、まだ知らない方も多いかと思いますが、僕は TikTok でマイナスをゼロにするメイクっていうのをモットーに活動してまして、まあメンズメイクの普及を、まあちょっと世の中にイケメン増やそうかなと思って頑張ってるんですけど、今日はね、僕が毎日してるメンズメイクを今日やっていきたいと思うんですけど、まだね、メンズメイクをやったことない方、またはメンズメイクしてるけど何の化粧品を使ったらいいかわかんない方、このね、僕が持ってるこの全てを持ってね、皆さんにメンズメイクをね、教えていきたいと思いますんで、じゃ早速やっていこう。ちなみになんですけど、ここの部屋マジで暑い、やばい、汗わかる、汗がさダラ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 出てくんの。これ保湿とかのレベルじゃないのよ、汗がマジで。ちょっと待って、やばい、めっちゃ出てくる。化粧する前はね、ちゃんとスキンケアした方がいいんで、まあ僕も今ね、お風呂入ってきたんですけど、汗とかはね、ちょっとちゃんと拭き取ってくださいね。まあ保湿と汗は違うんでね、暑いのよこの部屋マジで。すいませんね、ちょっと最近 K-POP にハマってるもんで。じゃあね、早速ね、メンズメイクをやっていきたいと思うんですけど、化粧ってどういう順番でやっていけばいいのかわからないっていうコメントめちゃくちゃいただくんですけど、化粧をするにあたって第一関門目、化粧下地っていうのをまずは塗っていきましょう。まあ主にね、これは日焼け止めとか、ある種ものによってはファンデーションも含まれてるものがあるんですけど、まあ簡単に例えると、まあ料理の仕込み作業みたいな、料理の仕込み作業をやっていきます。僕が使うのはこれ、前のね、前回のね、動画でも紹介したと思うんですけど、プレリアワンフィニッシュスキンリキッド405ですね。こちらは、化粧下地と、まあ、ファンデーションがね、軽く含まれてるんですけど、まあ、化粧下地ですね。この化粧下地はね、すごくね、夏用向けでサラサラしてて、乾燥肌の人にもね、使える一品になっておりますので、料理みたいになってない一品って。今日はね、結構ね、真面目なメンズメイク動画になると思うんですけど、おふざけはね、一切なしでやっていきたいと。お肌 DJ、 お肌 DJ ちょっと噛んじゃった。とにかくメンズメイク、まあメイクを始める前に必ず、まあ、知っといたらいいっていう点が、自分は何肌なのかっていうのをちゃんとね、理解した方がいいですね。あ、やばい、これ出しすぎたわ、めっちゃテカテカしてる。やばい、出しすぎ出しすぎ、汗とこの出しすぎで全然乗っからない。やっぱ汗は良くないわ、化粧下地が乗らない。そう、自分は何肌なのかはまず理解した方がいいです。例えば僕だったら乾燥肌と敏感肌っていう2つが混ざっていて、まああとは脂性肌っていう油がいっぱい出ちゃう、まあもう皮脂がいっぱい出ちゃうタイプと、混合肌って言って例えばここだけ油が出やすくて、ここはちょっとすごく乾燥するっていう、まあ混ざった肌の人が結構この世の中には3パターンいましてですね、それによって選ぶ化粧品が変わってきますので、まあ僕が選ぶ商品は大体乾燥肌、敏感肌向け用のやつを買ってるんで、やっぱそうするとね、肌との相性だったりが良くなるので、そういう自分の肌質を理解しておくことをまずはしましょう。で、化粧下地とかね、僕はちょっと脱ファンデーションしてるんで、まあ、ファンデーションは塗らないんですけど、頬とか首周りまでしっかり塗りましょう。まあ、前回の動画でもね、言ったんですけど、ちゃんと首周りまで塗らないと、まあ、舞妓さんっていうか、まあ、顔だけ白くなっちゃう人になっちゃうので、しっかりね、首まで塗って、色ムラなく塗っていきましょう。では次。待って、熱い！ちょっと待って。熱すぎる。一旦顔だけ冷やさして。マジでやばい。で、次はコンシーラーっていうものをやっていきます。コンシーラーはですね、要はまあ消しゴムって思ってもらったらめちゃくちゃいいと思います。消したいところを消す、例えばクマとかニキビ跡、シミそばかすとかを消したいっていう時に使うアイテムになりますので、コンシーラーは消しゴムって覚えてください。はい、この目の下のクマを隠していきたいので、ここにあるね、オレンジ色のコンシーラーを取ります。目の下にピーって引いていきます。このね、クマが気になる青いとこにね、塗っていきましょう。なんで青いとこにオレンジ色のコンシーラーを塗るかと言いますと、青の反対色がオレンジなんですね。だから打ち消し合ってくれるんですよ。例えばクマだけじゃなくても、こういう青ひげ
とかにもすごく有効で、とにかく青の反対色をオレンジって覚えましょう。青ひげとかクマを消したい方はオレンジのコンシーラーを買うととてもね相性がいいので、ぜひ買ってみてください。これ塗ったら、僕はあのクッションファンデっていうスポンジでトン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 トオレンジコンシーラーなんですけど、これリキッドタイプっていう、まあ、ドロドロのね液状のコンシーラーだったり、スティックタイプっていうスティック状のコンシーラーだったりするのがあるので、コンシーラーによって伸ばし方は変えていきましょう。例えば僕はパレットとかスティックタイプはスポンジで伸ばしていくことが多いんですけど、例えばリキッドだったらスポンジでやると、スポンジだと吸収しちゃうんで、液状なんで、こうやって手でねうまく伸ばしていくことをおすすめします。リキッドのメリットは広範囲を隠せれるっていうことがメリットです。逆にパレットやスティックは狭い範囲だけどカバー力が高いっていう代物になっております。次にですね、通常のね色のコンシーラーを使っていきたいと思うんですけど、まあ、ここですね、僕ねちょっと通常の色のコンシーラーをね使いすぎてしまってるんで、あの別で買いました。クレダ&ポーテのスティックコンシーラーですね。これめっちゃ高いんですよね。6000円ぐらいする、まあ、6600円ぐらいするんですけど、まあ、結構物はいいんでね、これをねあのさっき塗った目元にピーって引いて隠したいところとか、ニキビ跡とおひげ周りとかね、トン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 ってなって、こちらもね同様にスポンジで伸ばしていきましょう。やばいな、とにかく汗が止まらなくて、ちょっと今日化粧うまくいくかわかんない、なんかすごい崩れそう。あのね本当にね汗ってね化粧に対してねほんと天敵なんで、乾燥肌よりも脂性肌の人が結構ねメイクって難しいんだと思う。僕はね乾燥肌なんですけど、代謝が良すぎてちょっとこの部屋も暑いっていうのもあって、汗がね大量に出てる状態なんですけど、全然ねコンシーラーがねうまく乗らないのよ。やっぱ汗が出るとねなんか弾いちゃうんだよね。エアコンかければいいじゃんって思うでしょ。ここねエアコンぶっつぶれだよ。しかもねすっごい特殊なエアコンをねあの使ってて、直すのにね100万ぐらいかかるんだよね。マジで、あ本当にね埋め込みのエアコン使ってて、マジでねほんと高いんですよ直すの。これでいわゆるベースメイクっていうのが完成しました。化粧下地をしてコンシーラーでニキビ跡とか、まあ、クマとか隠していきましょうっていう、これベースメイク完成しました。こっからやっていくのはもう顔のパーツを濃くすることをやっていきます。ちょっと待って、謎の珍事件が起きた。あのねもう部屋が暑すぎてカメラがね落ちた、うん、びっくりした。高温すぎて一旦終了しますってピーッと思って、ええーみたいな、こんなことある。待って、この部屋やばい、30度ぐらいある多分今。この部屋暑すぎる、マジで異常。眉毛を描いていきます。眉毛で使うのはサナニューボーンダブルアイブロウっていうねペンシルを使っていくんですけど、まあ、正直ねペンシルとかはね何でもいいです。自分の眉毛の色に合ったペンシルを貼っていただければ本当に何でもいいですね。で眉毛をね描くコツなんですけど、鼻からこの瞳にかけて直線状を結んだ先に眉山を持っていきましょう。で鼻から目尻に合わせて直線状に眉尻を持っていきましょう。これがね大体の基本になっておりますので、あのねそれやっていただけば本当にね綺麗な眉毛はね絶対描けるんでね、この法則に忠実にのっとってれば絶対に失敗したことないです。できたマジで今日のメイクおふざけとかしてないからさ大丈夫かな、ふざけた方がいいのかな。で眉毛を描いたら次にヘビーローテーションの眉マスカラ、アッシュグレーですね。眉マスカラはね僕はねアッシュグレーの方がいいと思ってて、なんでかっていうと髪の色が僕黒髪なんですよ。でもこのねアッシュグレーを使うと若干ね若干だけど茶色っぽくなるんですよ。で黒髪に黒の眉マスカラだろうって僕も思ってたんですよ。でもなんかここでちょっとね茶色を使うことによってなんか若干垢抜けた顔になるんですよ。マジで本当に騙されたと思ってね、眉毛だけ若干茶色、めちゃくちゃ茶色なマスカラを使うんじゃなくて若干茶色な、まあ、アッシュグレーを使うと結構ね顔がね垢抜けた感じになるので、ぜひね参考にしてみてください。でね次にシェーディングっていうのをやっていきたいと思います。鼻を高くしたりエラを削って顔を細く見せたり、影を作るっていう作業をやっていきます。で反対側にハイライトが入っているので、こちら側で光を作るっていう作業をして、影と光で高さを立体感を出して顔の形をねくっきり作っていきたいと思います。で使っていくのはアイムミミ、これマジで最強、これめちゃくちゃいい、ドンキで売ってるんですけど1000円
ぐらいかな。で、僕がね、もう TikTok で、まあ、3回ぐらいバズらして、もう本当にね、これ買いましたっていうね、人めちゃくちゃ多いんで、ぜひね、使ってみてください。まず、塗るところは、細かく見せましょう。マジで今日俺思んないけど大丈夫？本当に、クソ真面目タムちゃんだけど。まず、鼻は、ここに塗りましょう。この目と眉頭、ここにね、塗りましょう。反対側も。そしたら、この鼻先に、ピッピッピッと。ピッ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 、お好みで、僕はちょっとお好みでここの間にもちょっとピーってやりたい人です。はい、で次にここにね、これはほんと我流になっちゃいますよ。我流でここに三角形をね作っていきます。でここのフェイスラインに1本引いて、ここにも1本引いて、ここのね幅を狭めたい人は、まあ、ここにね1本こうやって入れることもいいでしょう。そしたら、ぼかす作業に入っていきます。でぼかすのは、スポンジを使っていきます。スポンジでねこうねぼかしていくんですけど、でなんで俺はアイムミミが好きかっていうと、なんかここの三角形のぼかしをするとなんか若干肌の血色が上がるんですよ。なんか多分茶色がうまくぼかされてなんか自然な肌の血色に近づいてくれてて、なんかね僕はね好きなんですよね。すげえチュン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 うるせえな。一応ね窓開けたんですよ。暑すぎて、もうね部屋測ったらさ29度ぐらいあって、マジで暑いですよ。多分このテカリとかもねツヤ肌とかじゃなくて汗なんですよね。結構ね体の凹凸が分かりやすくなってると思うんですけど、本当に大丈夫かな俺こんな真面目な動画で。まあでも結構ねメイク知りたいっていう子が多いからね、最近はぜひこれをね参考にメイクしてもらいたいね、でここの部分なんですけど、こうまぶたのここら辺までにこうやってぼかしてください。まぶたに乗っかっちゃってもいいんで、もうね、そうすると結構綺麗な鼻筋に見えるので、ぜひ真似してみてください。鼻毛とか出てない？大丈夫？俺、不意に鼻毛出ちゃうからすぐ。で、次に、この反対側のね、ハイライトを使って光を出していきます。で、つける場所は鼻先と鼻の根元と、あとここ、目の下につけていきます。本当はね、シェーディングとかもね、こことかにね、つける人とか結構いるんですよ。こことかつけるとくぼみが見えて、まあ、ハイライトもね、結構位置があるんですよ。まあ、僕はもう超オーソドックスな、こことここにここだけ塗ったんですけど、本当にいろんな場所にシェーディングとかハイライトとかつける人も結構いるんで、まあ、それはね、もう細かく調べてみてください。僕は本当一番オーソドックスなハイライトとシェーディングをやっていきます。これ結構このね、ハイライトも優秀で、すごく光がね、キラキラして、もうね、わかる？鼻がすごく高くなったのわかるかな？マジで高くなるの。これすごいのよ。鼻毛とか出てない、なんかすごいモゾモゾするんだけど。めっちゃ綺麗。綺麗な鼻になった。これで、シェーディングとハイライトは終了です。そしたら、なんですけど、ほんとね、順番的にこれで合ってるかどうかわからないんですけど、次に、メイクキープミスト。まあなんか、化粧をね、しっかり定着させるためにメイクキープミストをつけていきます。昴生さんのメイクキープミストを使っていくんですけど、多分ね、順番的にはね、ベースメイク終わった後でもいいと思うんですよ。僕はこの順番でやっちゃってるんですけど、多分だけどベースメイク終わった後に、こうやって、振りかけてあげると、ベースメイクが定着して、もうどんなに汗かいても、もうどんなにこうね、こうやって拭いてはマスクずれとかしても、化粧が落ちないように、はい、なるので、ぜひね、メイクキープミストはね、うまく活用してほしいですね。で、乾かす間に、リップを塗っていくんですけど、リップでまず使う美容液が、これ。コスメデコルテソフニングリップエマルジョン01番。これをね、使っていくんですけど、まあ、リップ美容液ですね。リップを塗る前にね、唇に仕込ませてあげると、すごくね、プルプルな唇になるので、僕個人的にはめちゃくちゃおすすめです。やっぱね、プルプルな唇が、やっぱ見てて一番気持ちいいんでね、男性も女性もやっぱカサカサしてると、どんなにいい色のリップ塗ってても、やっぱね、可愛く、かっこよくは見えないですね。なんでこういうね、美容液とか、まあそもそもリップ自体がすごく潤うタイプもあるんで、見極めて使っていくとめちゃくちゃいいと思います。次に、僕今もうすごくね、汗かいてるんで、ちょっとめちゃくちゃ今やりたいことなんですけど、もうね、デコルテのね、フェイスパウダーを使っていきます。これはね、コスメデコルテ、フェイスパウダー12番ですね。コスメデコルテ。これはデパコスの中でも結構ね、安めなんですよ。3000円ぐらいかな。なのに、すごくね、能力値が高いパウダーなので、マジでぜひおすすめですね。なんで俺が12番を選んだかというと、あ、これね、ちゃんと叩いてくださいね。すごくね、粉が乗ってしまうんで。なんで12番を選んだかというと、パウダーを塗っても白くトーンアップしないんですよ。これカラー
コントロールってわけじゃないんですけど、うまくね、なんかね、コントロールしてくれるんですよ、カラーを。なんて言うんだろう、男性がすごく避けた方がいいのって、あんまり白くなりすぎることを避けた方がいいんですよ。まあ、僕だけなのか分かんないんですけど、僕はもともと肌白いんで、白くなりすぎると本当に血色悪い男性になってしまうから、僕結構トーンを下げることを意識してるんですよ。でこのパウダーはすごくね、皮脂も抑えてくれるし、こういう鼻周りの皮脂とかも抑えてくれるし、プラスアルファちょっとカラーコントロールして肌のねトーンをねすごく均一にしてくれてる感じがするんですよ僕は。こういうねデコ周りとか分かるよ、これなんかツヤ感がなくなったの分かる、ツヤ感っていうか汗が消えたの分かる、このなんかテカテカしてた汗が、すごくサラサラ肌じゃないけど綺麗な肌になったの分かる。でもね、これすんごく気をつけてほしいこと一つ言っていいですか、ね、見てもらえれば分かんないよね。こんなね、もうねちょっとねこぼれちゃうんですよ、これ結構気をつけてください本当にね。こんなめっちゃこぼれちゃうんだよね、もったいない。うん、すごく綺麗、綺麗だよタムくん、ありがとう。自分にこうやって綺麗だよって言い聞かせるのもね一つのメイク方法ですからね。次にリップを塗っていきたいと思うんですけど、使うのはロム&の23番。これは、めちゃくちゃね男性向けっていうか、めちゃくちゃなんて言うんだろう、ナチュラルな血色にしてくれるので、リップ塗ってる感出すぎるのって男性ってなんか嫌じゃないですか、なにこいつ赤リップ塗ってんのみたいなって思われると、なんかやっぱ嫌な人っていると思うんですよ、特にナチュラルメイクを望んでる人って。その中でもやっぱ血色を出したいで、ナチュラルに唇の色を見せていきたいっていう人は特におすすめのリップになってるのでね、ぜひね買ってみてください。値段も安いし味もね、ショートケーキの味してめちゃくちゃ美味しいんですよ。で保湿力も高いし、どう？結構ナチュラルな血色になってない、まあ、めっちゃいいのよこれ、すごくおすすめですね。本当は細かくやると、まあ僕はやってないんですけど、アイメイクとかアイシャドウとか、まあアイライナーとか結構ねここでね細かくやる人は結構いるんですけど、僕はね生まれつきね二重で、すごく、ね、目力が強い方なんで、あまりアイメイクはやらないタイプなので、アイメイクは今日はやっていかないかったですけど、どうですかね。はい、完成。結構変わったんじゃない、メンズメイクどうでしたか、見てみてどうでしたか。結構メンズメイクって簡単なことじゃないですか、割とメンズメイクの仕切りって案外高くないんですよ。僕も実際始めたのが大学1年生ぐらいから始めて、まあかれこれもうね、まあ5年6年ぐらい経つと思うんですけど、まあ6年経って思ってみたことは、まあ、結局経験だなと思いましたね。まあなんか最初ってすごく色ムラができたりとか、うまくコスメが使えてなくて自分の肌に合ってない化粧品を使って肌が逆に荒れてしまったりとかすごくあったんですけど、まあこの6年間を経てやっぱ自分の肌質とか自分に合うものとかをやっぱ分かってって、なんかこういろんな商品を使っていくことによって自分に肌質に合うものを選んでいけるので、本当にコスメはね経験値だと思います。で本当今からねメイクしても遅くないと思いますし、ぜひねメンズの方もね一度なんかメイクしてみて、あなんか俺かっこいいかもっていうちょっとプチ成功プチ垢抜けを感じてほしい。そしたらきっとハマると思うし、なんかこんなフルメイクをしなくてもいいと思う。例えばニキビを隠すとか、眉毛だけ描くとか、青ひげだけ消すとか、なんか日焼け止めだけ塗ってみるとか、なんかそういうことだけでも立派なメンズメイクだと思うんで、ぜひねメンズメイクの一歩を踏み出してみてはどうでしょうか。すごく俺は魅力的だと思うんだけどな、いろんなメイクがあるんでね、なんかほんとクイーンメイクとか、僕はほんとナチュラルなメイクですけど、ぜひねこの世の中にメンズメイクをしてイケメンが一人でもね多く生まれることを僕は願っております。今回はね僕の田村直哉毎日メイク最新バージョンっていうことでねやったんですけど、まあどんどんね更新していくんで、またねアップデートしたらねぜひね随時動画にして発表していきたいと思うんですけど、なんかやってほしいこととか、こういうコスメどうとか、もしリクエストあったらねコメント欄にぜひぜひ書いてください。もう随時ねメイク技術だったりメイクの情報だったり発信していくので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンも押しとけよ。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。